小松純也の目的その3。はい、というわけで、本日、3本の矢の、3本目の説明の動画ですけれども、今日はちょっとね、台風が来てるということで、おー、雨がパラパラと、まだ川越はそんなに雨降ってなくて、今家の近所の川に来たんですけど、あの水もそんな流れてなくて増水してなくて、でもこの川ってあの基本水害の対策用の川なんで水あんまないのがあの普通なんですけど、結構水があるんで、まあ、徐々にね、あの台風あの対策とかね、去年もなんか大雨でこの辺が一帯がもう川になってたんで、なんかちらほらとあの水を流す用のポンプがもうなんかできてたりとかして、結構そのあのね、対策というか練られてますけれども、まあ、僕は小さい時にもこの辺よくあの水浸しになって川になってたんで、ね、まあ、気をつけないとなと思ってます。3本の矢の、3本目はその組織づくりということでですね、やはりその動くっていうことは組織を作っていかなきゃいけないん で、その組織をまた3つに分けます。それが3つの事業のための3つの組織づくり、それが、僕のこれからの、方向性というか戦略なんですけれども、まあ、とりあえず、僕が自由に動かせる組織を作りたいと思ってます。その組織は、何をする組織かというと、一つは事業を動かすための組織で、で、もう一つは、思想を動かすための組織。だから、経済を動かすための組織と、知性を動かすための組織。で、もう一つがですね、政治を動かすための組織を作ります。まあ、俗に政治結社というやつですね。それぞれのリーダーは、まあ、今なんとなくですけど、イメージできているんで、それは全て彼らに任せていこうかなと思います。そもそもが、僕は、発想力とカリスマ性はあるんですけれども、基本的にまあ、仕事もやろうと思えばすっげえできるやつなんですけど、まあ、なんていうのかな。一つどころに留まってるのがあんまり得意じゃないんで、だから僕は、そうですね、やはりその後ろに控えて、お金と人材を集めていくということに、集中して、やっていければいいなと思ってます。というわけで、明日どうなるの？撮れるのかな？明日なんか、川越祭りで歌いたいなと思ってますけど、まあそんな感じで、今日の動画は、こんな感じで終わりにします。ということで、3本の、矢の、シリーズはこれで完結ということで、次回からちょっとちょろちょろと僕がニュースのこととかそういったことをなんかつぶやくような動画にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。次回から小松純也が社会問題をバッサリ切ります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。